マリア・クリスティーナ・デ・ボルボン・イ・ボルボドス・シリアスは、スペインの王族、スペイン王女。スペイン王カルロス四世の孫娘で、同族のスペイン王子、ポルトガル王子セバスティアン・ガブリエルと結婚した。全名は、マリア・クリスティーナ・イサベル・ブラシア・ボナビー・タルトガルダ、ロマーナ・フダスタデア、アルベルタ・ホセイ・ファーナ・ホアキーナ、ロスド・ドルセ・アポストレス・ボニファシア・ドミニカ・ビビアーナ・ベロニカ。 マリア・クリスティーナは、カディスコを、フランシスコ・デ・パウラとその妻で両シチリア王フランチェスコ一世の、娘であるルイサ・カルロッタの間の御女として生まれた。長兄のフランシスコ・デ・アシスは、重子の女王イサベル二世の副君となった。1860年11月19日、マリア・クリスティーナは、マドリード王宮において、同族のスペイン王子、ポルトガル王子セバスティアン・ガブリエルと結婚した。夫、 セバスティアンの最初の妻、両シチリア王女、マリー・アー・マーリアは、マリア・クリスティーナのおばであり、また、セバスティアンとマリア・クリスティーナはジョイと、ジュシクボの血縁同士でもあった。夫妻は間に5人の息子を設けた。セバスティアンは、系譜のの森ナ伯爵カルロスと、その支持者たちが起こした第一次カルリスタ戦争で、カルリスタ軍の司令官を務め、反乱が失敗した後は国外に亡命していた。 また反乱の指導者の一人として、1837年には、スペインを位い継承権を呼び、スペイン王子の称号を剥奪されていた。セバスティアンは1859年に、イサベル2世の政府に基準して、スペインに帰国し、イサベル2世の重視かつ疑であるマリア・クリスティーナをめとることで、スペイン王家の一員に戻ると同時に、スペイン王子の称号を回復した。またセバスティアンが、 ポルトガル王子の称号を持つため、マリア・クリスティーナも結婚により、ポルトガル王女の称号を得た。1868年にスペインの王政が倒れた後、マリア・クリスティーナと家族はピレネー山麓のポーに逃れた。1875年に夫を亡くしたマリア・クリスティーナはスペインに戻り、1902年に亡くなるまでマドリードでひっそりと暮らした。彼女の意外は、 L.S. コリアル修道院に安置されている。夫、セバスティアン・ガブリエルとの間に5人の息子を設けた。ありがとうございます。